こんにちは。こんにちは。今日は雑談枠です。今日は何話すの？今回は一人暮らしで大事なことについて話そうと思ってるんだ。一人暮らしで大事なことか。私もやっぱりお金だと思うな。お金は大事だな。ちょっと油断するとすぐなくなって金欠になるぞ。そうなんだよ。若い頃は金銭感覚がまだ整ってないから、ちょっとした油断で計算が狂うよね。だからまずは生活費で使えるお金の上限額を確定させて、残りは別口座に移してしまう方がいいよ。生活費として決めた範囲内でしか使えないっていうルールで生きてみるといいね。生活費の目安ってどれくらいなのかな？それは家賃で大きく変わるね。地方なら一人暮らしで12万円以内で抑えたいかな。東京だと15万円以内が適正値だと思うよ。東京は家賃が高いもんな。東京で10万円以下で生活できるような人は一流の一人暮らしマスターやな。逆に18万円以上かかっているなら家賃やその他の費用がかかりすぎてると思ってんやろね。飲み会とか毎日のスタバとかが実は大敵なんだよな。そうなんよ。カフェとかランチとか余計な出費をかけすぎるとずっと金欠になって、資産は増えない、貯金も増えない、結果的にお金持ちになれないよ。実家がお金持ちだったらいいんだろうけど、普通の家庭だったら苦しくなるだろうな。ということは若い時からすでに資産家への道は始まってるんだな。そうなんよ。パンダは一人暮らしで大事なことは何だと思う？俺は食事かな。食事大事だな。若いうちはできる限り自炊して食費を下げる努力をした方がいいと思うんだけど、それと同時に安い定食屋とか安いサラダバーとか、そういう小さな楽しみを見つけることが大事だと思うんだ。その通りだな。安い定食屋は神様だからな。俺は学生の頃毎日学食を利用してたぞ。美味しいかどうかは置いといて安いからいいと思うぞ。学食の一般利用が可能な大学の近くに住んでご飯代を浮かす作戦も有効だと思うぞ。俺も一橋の国立キャンパスの食堂何度か行ったな。あとは東大明治早稲田の学食も行ったことあるけど、確かに学食は安くていいよな。味は普通だけど値段考えるとかなりいい選択肢になる。そうだぞ。学食は若者の味方だからな。他に何が大事だと思う？やっぱり PC かな。20代の頃って PC の基礎スキルでかなり差がつくと思うよ。投資でもビジネスでも PC スキルが高い人はそれだけ有利に活動できるからな。 PC か。実は俺大学に入るとき単にかっこいいからという理由で Mac にしたことを未だに後悔してるぞ。一橋に限らないけど大学あるあるだな。多くの学生が結局買い替えるからな。そうなんだよ。学内のレポートとか課題とか Mac でもできなくはないんだけど、マイクロソフトオフィスで作ることを前提にしているから Mac だといろいろ不便なんだよな。結局俺も3年生の頃に Windows PC に買い直したぞ。ビジネスでも9割は Windows 使って作業するから Windows パソコンにしておくのが無難よ。デザイナーとかプログラマーなら Mac でもいいと思うんやけど、一橋大学は文系大学だからな。 Windows 一択よ。今でも無駄なお金だったと後悔しているぞ。若い頃からワード、エクセル、パワーポイントを一通り使いこなして、比較的高速なブラインドタッチくらいできてないと職種によっては戦力外通告受けるからな。学生時代に基礎は一通りマスターしておきたいな。一人暮らしで大事なことっていうか、若い人にとって大事なことかもな。一人暮らししている若い間にマスターしとけってことだな。さて最後に俺はもう一つ大事なことがあると思ってるんだ。お、なんだ？それはカーテン。カーテンな。これは盲点だったわ。俺大学生になって一人暮らししたんだけど、最初はカーテン持ってなくて、初日の朝カーテンの偉大さを知ったぞ。わかるわ。俺も最初の一人暮らしの時カーテン持ってなかったから、なんじゃこの眩しさはってなったわ。カーテンって意外と高いだよな。それに種類がたくさんあって、光をどの程度遮断するのか、そしてどの程度中が透けて見えるのかで等級が変わるんだよな。そうなんよ。俺は遮光1級以上のカーテンをおすすめするね。俺もそう思うぞ。実は俺の友達が泥棒に入られたんだけど、その泥棒が捕まった時にカーテンの柄を見て女性の一人暮らしだと分かった。中を覗いたら誰もいなかったから入ったって言ったらしいんだ。だから泥棒ってカーテンの柄で住んでいる人を判断して中を覗いてから入ってくるんだな。そうなんだな。
車高1級以上の分厚いカーテンで、かつ男が使っているようなカーテンを使うのがベストってことだな。防犯の観点からも一人暮らしのカーテンは慎重に選んでほしいな。皆さんも気をつけてくれよ。おう。ということで、今日はひろくまさんと一人暮らしで大事なことを話してみました。もう一度まとめると、お金をしっかりコントロールすること、安い食堂や定食屋を見つけておくこと、マイクロソフトオフィスに慣れておくこと、カーテンは慎重に選ぶことの4点が挙げられたぞ。若い人たちの一人暮らしでは原則お金がないから、どこにお金を使うかをよく考えてから使いましょう。この動画が一人暮らしを楽しむ皆さんの参考になれば幸いです。このチャンネルでは勉強やお金、キャリアに関する有益な情報を発信していますので、もしよろしければいいね、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。ありがとうございました。